エミニー、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 エミニーチャンネルさあ始まるよ。イエイ。おはようございます。すがすがしい朝ですね。空はとても青いです。エミニーこと松エミです。さあ今日はですね、エミニーチャンネルの朝活編です。イエーイ。私ずっと来てみたくて一回も来たことがなかったんですけれども、築地市場です。正式名称は築地場外市場だったかな。今日はね、朝早く起きて築地で朝ごはんを食べちゃおうっていう企画です。よーい。記念すべき初築地市場です。で、築地市場は公式ホームページ見たら朝9時ぐらいから来るのがおすすめですって書いてあったので9時に行ったんですけれども、結構人いっぱい、平日なのにこんなに人ってぐらいめちゃくちゃ人が多いので、皆さんも行く際は要注意です。とりあえず一番最初にね、 TikTok で見て一番行きたかったマグロの美味しいお寿司が売ってる店に今並んでます。大行列です。やっぱもう人気店は最初から大行列って感じですね。めちゃくちゃ人多いです。頑張って並ぼう。はい、本日の目的はこちらのマグロ巻きです。これがねすごく美味しくて有名らしいので、なんかご飯よりマグロの方が多くてすごい。ちょっと待って、美味しそうすぎん。ここはねおにぎり屋さんなんだけど、マグロがめちゃくちゃいっぱい入ってる巻きと、あとなんか筋子のおにぎりとかエビ天のおにぎりとかもすごい大きくて美味しいみたいです。ちょっとおにぎりも食べようかな。というわけで記念すべき築地飯一食目はネギトロ巻きみたいな感じのやつです。これマジでね TikTok でずっと見てた、もういつか食べてみたいって結構思ってたやつなんで、すごい嬉しいです。ここ3ヶ月ぐらい思ってたやつなんで。いただきます。スーパーサムネタイム。豪華。やばい、ちょっと待って、めちゃくちゃ美味しそうなんだけど。いただきます。うまっ。口いっぱいに広がるマグロの柔らかさと海苔とお米も美味しい。これは大変にレベルが高いですぞ。結構ボリューミーなのですぐお腹いっぱいになっちゃうかも。今日はね持って帰って食べることも検討してるので、とりあえずこれを食べて次に行きます。マジで美味しい。マグロが柔らかくてマグロの甘みみたいなのも感じられる感じです。これネギトロなのかなと思ったけど、ネギトロじゃなくて多分角切りになったマグロが入ってるので、よりなんかしっかりマグロを堪能できるお味です。おいしい。うまっ。続きましてこちらです。卵焼き丸竹さん。ここはね焼きたての卵焼きを食べ歩きサイズで150円でいただけるらしくって、これはもう絶対食べたいと思っていたものの一つです。美味しそう。袋がね大量に卵で焼いてくれてる。味もすごいね。はい、ゲットしました。美味しそう。めちゃくちゃ熱々です。うまそう。いただきます。やらかっ。うまっ。めちゃくちゃ甘い卵焼きなんだけど、しっかりと出汁の味もしてる。甘い出汁巻きみたいな。めちゃくちゃ美味しい。最高。うん、うん、うまっ。両手完食。続いてなんですけれども、この斉藤水産というところがね、生の牡蠣とか生の貝とかをその場で食べれるらしくって、これも事前に調べてきたので行こうと思います。こんな感じでこの中から選び放題みたいな感じでした。というわけで私は生牡蠣とウニを行かせてもらいました。値段はやっぱちょっとお高めだったんですけれども、その分本当に美味しそうでございます。いただきます。でポン酢とお醤油置いといてくれてるので、もう多分自由に食べれる感じかと思われます。いただきます。いただきます。このポン酢が美味しいってネットで見ました。こだわってらっしゃるみたいです。贅沢。朝から生牡蠣食べれるなんて。牡蠣はね500円から生牡蠣食べれたんですけど、ランクがあって500円、700円、900円、1200円があって、ちょっと奮発してください。900円のやついっちゃいました。美味しそうすぎる。いただきます。せーの。うまっ。いいね、朝から新鮮な海鮮食べれるの。ウニも食べます。絶対美味しいやつじゃん。いただきます。うまー。ダメだよ朝からこんな美味しいウニ。マジで美味しい。甘くて臭もなくて美味しい成分だけ抽出したみたいな、無駄が何もないみたいな。美味しい。はい、
続きましてこちら田所食品さんのたらこパスタなんですけれども、これもすごい有名で美味しいみたいで、なんかおばちゃんたちがね美味しそうなやつ作ってくれてます。はい、というわけで今ゲットしましたたらこスパです。美味しそう、たらこプチプチ。従業員の方が皆さんなんか本当に優しそうなおばちゃんっていう感じで、それもほっこりします。作ってる様子とか見るのも。いただきます。え、これ幸せすぎん、本格的なたらこパスタ。うまそう。うまっ。これが美味しい。めちゃくちゃ濃厚なたらこパスタって感じで、麺太麺なんだけど、太麺なのにもうめちゃくちゃ味がしっかり染みてるみたいな感じで、たらこがもうめっちゃプチプチのたらこ。うん、レモン絞ったりしてみて、うん、レモンもめっちゃ合う。結構濃厚系のパスタだからレモンちょっとかけたらすっきりしていい味変みたいな感じでめっちゃ美味しい。うまっ。最高。お茶だと思って飲んだら出汁のスープだった。出汁のスープもめっちゃ美味しい。うまっ。続きましてこちらです。築地そらつきさんっていうとこなんですけど、ここいろんなとこに店舗あってめちゃくちゃ美味しくて好きなお店なので出会えて嬉しいです。ここのねソフトクリームがめっちゃ美味しいんですよ。はい、こちらです。美味しそう。マジでねここのアイス美味しいので超おすすめ。というわけでこれ推しアイス、いただきます。うん、本物のイチゴっていう感じの味がする酸味のあるクリームなんですよ。バニラは濃厚でミルキーな柔らかい味なんですよ。なんでこれをミックスを注文することによってイチゴのちょっと強めの酸味をミルクが綺麗に包んでくれてまろやかになってくれて、結果的にこのバニラとイチゴを一緒に食べるともうマジ最高のコンビネーションみたいな感じの味になるので、私はミックスをおすすめします。てっぺんに1個だけイチゴが乗ってて、このイチゴ食べるタイミングを毎回も悩む。うまっ。素晴らしい完成度だこれは。はい、続いてこちらの築地コロッケというところにある明太もんじゃコロッケが美味しいらしいので、そちらを購入させていただきます。ゲットしました。明太もんじゃコロッケめちゃくちゃ美味しそう。映えだね。めちゃくちゃかけてくれてる、なんか明太ソースみたいなやつ。いざお味は。いただきます。うん、中に本当にもんじゃそのものが入ってる。もんじゃ焼きの上に明太をぶわーってかけて、それをサクサクの衣で揚げたみたいな、見た目通りの味というか、めちゃくちゃ美味しいんだけど、明太をめちゃくちゃかけてくれてるから、もんじゃよりもなんか明太コロッケっていう感じがすごい強い印象を受けました。もんじゃが好きで明太子好きだったら間違いないって感じ。熱々すぎてマジで食べれない。うん、めっちゃ味濃い。お米欲しくなる。はい、続きましてはお家で食べるように買うやつです。ルパンさん、ここのねクロワッサンがすごい美味しいらしいので買おうと思います。美味しそう。いろんなパンがある。ソーセージパイとかクロワッサンとか。クロワッサンが美味しいって聞いたのでクロワッサンにしてみようと思います。はい、無事パンの購入に成功しました。パンはねお家で帰ってから食べようと思います。で今ね時間が10時半ぐらいかななんですけれども、本当にどんどん人が多くなってきて、朝ごはんに来た人とランチ食べに来た人とでごっちゃになってるのかなっていうぐらい、結構人が入り乱れてきました。こういう感じでね各店舗に結構人だかりができてる感じです。それなりに人気店とか有名なところとか美味しそうな映えるものっていうのは全部並んでる印象です。すごい築地。はい、築地市場食べ歩きだいぶお腹いっぱいになってきたんですけれども、最後締めにこちらの抹茶ラテを飲もうと思います。抹茶スタンドマルニっていうお店なんですけれども、出来たての抹茶ラテを作ってくれるということで、とっても美味しそうです。すごい、本当に一個ねお抹茶こうやって立てて作ってくれて、すごい本格的。すごい楽しみなんだけど、外観こんな感じです。めっちゃ混んでるので皆さん気をつけてください。で今ゲットしました。美味しそう。いただきます。はい、というわけでラストがね抹茶ラテです。うまっ。これはね無糖を控えめ普通から選べて、甘さ控えめにしたんだけど、すっきりさっぱり系の抹茶ラテでめちゃくちゃ美味しい。ほんとお抹茶の味がめちゃめちゃする。美味しい。でこの後なんですけれども、
お家に帰ってからも築地で楽しめるように動画は撮れなかったんですけれども、お刺身を買ったりとかいろいろしているので、築地市場で買ったものパーティーをお家で繰り広げようと考えております。楽しみ。ブルーン。一緒へ。はい、というわけでただいまです。あれから帰ってきて何やかやして夜になりました。今日夜ご飯もね、築地市場フルコースにしようと思って買ってきました。まずこれがタイのお刺身。美味しそう。なんか天然鯛のお刺身で千何百円ぐらいでした。で、イクラ。美味しそう。イクラもこれ1500円ぐらいかな。美味しそうなプチプチのでっかめのイクラでございます。美味しそう。で、お昼ご飯にお寿司残りは食べちゃったんですけれども、もう美味しそうすぎてもう一個買っちゃいました。これめっちゃ美味しい。本当にマグロのお寿司で、アラ汁作りました。アラも200円ぐらいとかでカンパチのアラが売ってたので、カンパチの味噌汁にしました。で、リンゴも切りまして、あと最後パンですね。パンはちょっとまあデザート的な感じで食べるか、明日の朝ごはんにするかは悩むとこなんですけれども、チョコクロワッサンです。美味しそう。これ買った時はね、結構あったかかったので多分焼きたてを出してくれてるんだと思う。ちょっと今食べてみるか、せっかくだから。いただきます。うん、美味しい。これオーブントースターで焼いて食べようと思ったけど、焼かずに食べても十分美味しいわ。これ明日朝ごはんにしよう。今回初めて築地に行ったんですけれども、初築地の感想は楽しかった。もちろん混雑してるし、結構人も多かったし、人気店とかだったらマジで結構並んだりとかするんだけど、でもなんかそれがお祭りみたいというか、毎日開催されてる屋台みたいな風に私の目には映って、幸せな気持ちになりました。朝からお祭り来てるみたいな、非日常みたいなね。マグロにさ、イクラ乗せちゃおうかな。贅沢。マグロイクラ乗せ、いただきます。うん、うまっ。うまっ。うまっ。マグロ寿司にいくら乗せてあら汁でこう流し込むように食べるのマジで美味しい。禁断の食べ方。そしてタイ、やっぱスーパーで買うよりお刺身とか全体的に安いし、やっぱ物がいいっていうのが素人目でも分かりました。まあ、プリップリのお魚とかパンパンのいくらとか、うまっ。タイうまっ。旅館で食べるタイの味がする。おいしい。これ幸せなんだけど、注意点としては結構一個一個しっかりボリュームがあるんですよ。でマグロのお寿司とかもマジでボリューミーなの。パンパンに6個詰まってるから、見た目よりもすごいボリューミーで食べ応えがあるものが多いので、意外と品数食べれないなってことが分かった。もう最初にある程度調べていって、もうこれは絶対マストで食べたいやつみたいなやつを決めてから行かないと、うまっ。お腹いっぱいになっちゃったとか、いや本当はあそこ行きたかったのにとか、うまく回れなかったりするからもしれませんね。本当にいっぱいあるからマジ後悔のないようにって感じ。観光客の方とかも多かったからさ、せっかく旅行でね、そのいつもいつも行けるわけじゃない、月一市場に行って後悔があっては困るので、結構下調べ大事かもしれません。うまっ。このマグロのやつとかも、私は朝9時ぐらいに市場に行ったからあったけど、結構日によっては朝の時間で売り切れちゃったりとかする日もあるってネットでは書いてあったから、お店の営業時間はお昼頃とかまでになってるけど、それまでに商品売り切れちゃってるとかも全然あるみたいなんで、お気をつけくださいまし。でもね、ほんと結論から言うと本当に楽しくて美味しくて私は幸せだったので、また行きます。絶対に第2弾はやりたいですね。うまっ。こんな感じでみりんチャンネル初めての朝活築地市場でした。朝活っていいなと思いました。朝の光を浴びながら並ぶと普通に行列よりもなんかいいことをしてる気分になりますよね。朝ごはんっていいですね。こちらからは以上です。ありがとうございました。ペコリ。